皆さんこんにちは、ケンです。今日は BMC が企画するライドに参加してます。岐阜県の美濃加茂市というところをスタートしまして、50キロ、その50キロをなんとこの BMC のロードバイクですね。ちなみに私借りてるロードバイクは、アルテグラの DI2 組の高級車ですね。この高級車を普段、市場だけだと数キロぐらいしか走れないんですけど、今日は50キロがっつり走れるということで、楽しんでいきたいと思います。で、少人数ライドで、今15人ぐらい来てらっしゃるんですけども、ガイドもついてますしサポートカーもついて安心です。お昼ご飯も出るそうなので非常に楽しみです。料金はそのバイクレンタルとランチ代とガイド費込みで7000円でした。私もガイドの仕事してるんですけど、こんな高級マシンに乗れるのに安いと思いますよ。はい、代理店が双葉商店さんなんで、このボレーのサングラスもお借りすることができました。今日はこれを使って走っていきたいと思います。できます。今日は全部で16名ですね、様の走られますので、でプラススタッフ側として3人ですね。基本的に団体ワンパックで走ることにはなるんで、皆さん手信号とか分かりますかね。右に曲がります、左に曲がりますっていうのと、でストップします、また減速しますとか、であと障害物があればどっちかに左右に避けますっていうのを合図を送りますので、またそれを前から後ろにどんどん回していってあげてください。もしどうしても手が離せないとか危ないってあれば、声だけでも構わないので、必ずこう後ろに伝えてあげるようにだけしてください。一番初めお昼までに1個、峠っていうほど峠じゃないですけど1個坂があるんで、そこの一応てっぺんでは止まりますので、この坂の手前ぐらいですかねから、上りの区間は一応フリーで走ろうとは思いますので、皆さんそれぞれ自分のペースで走ってもらって、間にこうスタッフが何人かいるので、で、峠のてっぺんでは皆さん待ってもらって、またパックになって走り始めるような感じでやりますので、よろしくお願いします。自転車の使い方等々は大丈夫ですかね。それぞれ自転車によって結構みんなバラバラで違うんですけど、大丈夫そうであれば。ちょっと慣れない自転車も自転車で走ることになると思うので、初めだけ何でしょう、皆さんこう車間だけちょっと広めに取って走るようにだけお願いします。めちゃくちゃ乗りやすいです、これ。めちゃくちゃ乗りやすいです。ホイール何使ってます、これ。よくわかんないですけど。完成車ではないですか。完成車についてるやつでは。あ、それもあります、モデルによって。ああ。こっちだと32まで。なんかちょっとしたブロックまでいけますよ。ここもダバー穴開いてるんですね。あ、そうです。そこに、こういう。トップチューブ。トップチューブバッグが。レース系のやつですか。なんか2020年モデルの SLR01 らしくて、フォースのいいタップ、すごい楽だなこれ。今反応すごい良かったんで。そうですね、ね、全然いいですよね。こっちもやっぱクイックにパーンって反応は確かに、でもこっちじゃめちゃ劣るかいったら、全然、はい、めちゃくちゃ高かったわけじゃないですね。もう僕は趣味なんでこれ。高いな、でも高い。
涼しいし林道なんですけど道がめちゃくちゃ綺麗ですね。車1台分っていう幅なんですけど路面が非常に綺麗。今道の駅平成に着きました。休憩スポットです。ここでお昼を取りたいと思います。おお、まそう。お弁当です。これはスープです。ではね、昼休憩も終わって午後の分突入です。リュックを背負ってたんですけどサポートカーに預けることができました。この身軽な格好で走っていきたいと思います。では行きましはい、動画のご視聴ありがとうございます。7月18日に開催された BMC のライドイベントなんですけどもとても楽しかったです。またね、各地で開催される可能性もあるので、興味のある方はね、双葉商店さんの SNS などをチェックしてください。今回はね、比較的初心者向けというよりはもう中級者向けかなと思いました。まあ、速度も結構25から30キロぐらい出てましたし、あとは上りも多かったし、ウィンディングとかを履いてないとちょっときついかなっていう感じはしましたね。まあ、その難易度については募集ページに書いてありますのでそこは要チェックしてください。美濃加茂市はね、初めて走ったんですけどかなり走りやすかったです。車も少ないし信号も少ない、そして自然が多い。あの林道のとこは本当に気持ちよかったですね。またプライベートでも走りたいなと思ってます。あとね、このテイクアウトランチめちゃくちゃうまかった。
お腹に優しいものばかりでしたね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。